小野勘次郎12月1日から1944年7月8日は、大日本帝国海軍の軍人。海軍兵学校56期、サイパン島で戦死。最終階級は、海軍大佐。旧姓は堂本。広島県呉市西谷町、堂本英次郎次男。立川尋常小学校、呉市立工業補修学校卒業後、呉海軍交渉で、 造船製図見習い校として働きながら、海軍兵学校を志し、1928年海軍兵学校を卒業。1929年上位、1931年中位、任官。1933年野田府法術長。1934年海軍通信学校高等科学生となり、翌年、北上通信長。 以後通信分野を歩む。結婚2年後の1936年、妻のジップ、小野八一中将と養子縁組し、小野と改正した。1936年12月、出雲通信庁。1937年7月、日中戦争が始まり、出雲は第三艦隊機関として、上海、洋州交流域の警備、防衛に当たった。 12月から第一水雷戦隊参謀として、中国南部への日本軍の輸送の援護、1938年12月から、第14航空艦隊通信長、上川丸上官として、重慶、生徒への空爆等の任務に従事した。1939年海軍兵、学校教官権幹事に就任し、同年少佐に任官する。1940年11月第一 航空船隊参謀に着任し、南市方面航空作戦に従事した。1941年4月、第1航空艦隊参謀に着任し、連合艦隊機動部隊所作戦の計画指導に参与する。11月末より、ハワイ方面攻撃策に従事。厳重な無線封刺を実施した機動部隊は12月8日、真珠湾攻撃歴史に成功して、 大きな成果を上げた。この時用いられた略号伝トラトラトラは、小野少佐が航空落ち参謀の吉岡忠和と相談して作り、タンカン湾での作戦説明の中で伝えたという。あの有名なトラトラトラという因果は、この小野参謀が作り、他の因果などとも一緒に説明したものである。翌年1月以降、ビスマルク諸島、マーシャル諸島、ダーウィン、 ジャバ、正論党の各方面諸作戦に従事。赤木は4月22日横須賀に帰討した。5月、ミッドウェイ島方面攻撃作戦に従事するが、機動部隊は6月5日のミッドウェイ海戦でクーボ4隻を失い、同作戦は中止された。敗因の一つは、暗号非解読で暗号書と乱数表の更新が遅れた間に、 作戦や戦術に関する機密伝を米側に解読されていたことが戦後明らかになった。7月の再編成で第一艦隊参謀検副官に転じるが配信順を患い1ヶ月で退任。港海軍病院で半年間の療養生活を送る。1943年3月復職し、通信学校研究部において教育及び警戒の任務に当たった後、 軍令部第四部第十課、第九課の業務補佐を務める。7月から海軍大学高校主学生となる。1944年3月卒業。1944年3月、中部太平洋方面艦隊参謀県第14、航空艦隊参謀に補せられ、再び、名雲叩かず中将の幕僚として、裁判島内の司令部で通信任務に当たる。 5月海軍中佐に昇進。6月15日の米軍上陸以降、司令部は北へと交代し、陸海合同司令部となった後、地獄谷で7月7日の全軍玉砕を決意する。名雲司令長官は、全東陸海軍将兵及び軍属に与える玉砕の訓示を行い、6日に自決した。中部太平洋方面艦隊長官発の5日付の決別殿は、 7月6日午前2時3分、海陸大臣及び早朝を宛てに発信され、同日22時に連絡を絶った。地獄谷の無線機器が使用不能になったため、バナデルに最後電報を打ちに行く、小野参謀を見送ったという主刑少尉の回想がある。戦死候補における死亡日は、7月8日、サイパンの戦いで、同等所在部隊玉砕の際に戦死。死後、 海軍大佐に昇進。死去から23年が経過した1967年12月23日に戦没者助君として、君三党局実中受賞を受賞した。1919年4月開校、広島県史別編1、広島県史年表、広島県史編算室、1984年、肖像会追悼録、海軍開顧録。 昭和3年編集委員会、1970年。日本海軍士官双乱海軍義済改編、戸高一世監修、柏書房、2003年、376ページ。傍聴人物100年新山口健人、会、1966年、330ページ。第3艦隊機関軍艦出雲警備記念写真長、軍艦出雲巡視艦以上名簿、橋岡写真館。 1937年。戦士総書獣ハワイ作戦防衛庁、防衛研修所戦士室、朝雲新聞社。1967年、127ページ。吉岡忠和、海軍航空隊噴戦数、従軍慰安婦問題、戦争現場からの証言、第2部パールハーバー奇襲作戦の秘密。1994年、100ページ。現画実る。 真珠湾作戦回顧録文芸春秋、文春文庫、1998年、253ページ。ISBN 9長7841億6731万59。九画みのる、風成山図産経出版出版、1982年、109ページ。戦士総書43ミッドウェイ海戦防衛庁、防衛研修所戦士室、朝雲新聞社。 1971年、h t t p w w n a w n a v y c o m 仙気新ジェワンサコンジェ1、html 14、141ページ。原勝弘、北村新さん、暗号に敗れた、日本、第3賞味情報は、日米両軍の勝敗を決定した、PHP 研究所、2014年。第3部陸海軍主要学校卒業生。 一覧に海軍海軍大学高校修学生、日本陸海軍総合辞典、旗体彦編、東京大学出版会、2005年、630ページ。戦死総書六中部太平洋陸軍作戦、一マリアナ玉砕まで、マイナス防衛庁防衛研修所戦死室、朝雲新聞社、1969年、296ページ。 昭和19年5月海軍事例広報場、アジア歴史資料センター、1095ページ。戦士総書録中部太平洋陸軍作戦、1マリアナ玉砕まで、マイナス防衛庁防衛研修所戦士室、朝雲新聞社、1969年、501ページ。中沢軍令部第1部長ノート S19.6、12から9.14、防衛省防衛研究所。 中央西海層マイナス371。戦死層所中にマリアナ沖海戦防衛庁、防衛研修所戦死室、朝雲新聞社、1968年、618ページ。渡辺治む、サイパン島の戦闘記録中部太平洋、方面艦隊各戦いり、総明海軍経理学校補修学生第10期、海軍経理学校補修学生第10期、 文集観光委員会、1983年、1219ページ。官報昭和42年12月23日号外、第169号、1967年。ありがとうございます。